バオカップ決勝リバプール対チェルシー、ネット民の優勝予想がこちら。まあ順当に行けばリバプールやな。クロップの最後4冠で終わるためにまず1個取りたい。チェルシーは怪我人続出のリバプールのメンバーに勝てなかったら終わりだね。どう考えても絶好の優勝チャンス。アリソン、アーノルド、ショボスライ、カーティス、チアゴがきつそう。サラーとダルウィンは出れるかどうか。リバプール明らかにフルメンではない。チェルはここ取らないと今シーズン無冠だから踏ん張りどころ。今のリバプール本当に強いし、日本人である遠藤が活躍してるのすごいこと。なのでお願いします。リーグ戦に集中するということでカラバオカップはチェルシーに譲ってください。遠藤とカイセドの勝負は注目だな。まずは確実にタイトル取りに行こう。皮肉なことにカラバオ決勝がこの2つのチームの対戦とは。カラバオはチェルシーに優勝してほしいかな。オワコンでも弱くても期待して応援してくれているファンはいるし、少なからず報われてほしい。チェルシーは歯車さえ噛み合えばポテンシャルのあるチーム。リバプール相手にも戦える。俺にはカラバオ決勝延長後半に勝ち越し弾を決めるムドリクの姿が見える。チェルシーとか余裕だろ。遠藤タイトルおめ。遠藤はタッカラカラバオの称号を引き継げるのかも注目やな。